国会はハンガリーの立法府である。一院制で定数 199, 任期は4年となっている。ハンガリーでは国会と国民議会は区別されており、歴史的にも現在も基本的にはハンガリーの議会は国会と呼ばれている。ハンガリーにおいてはハンガリー表議会共和国の崩壊の後、1918から1927年に一院制の 国民議会が設置され、1944年12月から1945年秋の間に臨時国民議会が設置されていた。1945年秋以降は一員制の国会となっている。議長と副議長、事務局が置かれている。常設委員会は15あり、法案の審議や報告、閣僚の活動の監督を行っている。ハンガリー憲法裁判所は、 法令の合憲性を審議する権限を持っている。また会期は2月1日から6月1日及び9月1日から12月15日の2期。なお国会は1902年からハンガリーの首都であるブダペストにある現在の国会議事堂で開かれている。2010年総選挙まで議席は小選挙区176、県別比例区152、 指標を集計する全国保障比例区58による小選挙区制と比例代表制を組み合わせた制度となっていたが、比例区では、阻止条項として、得票率が5%未満の政党には、議席が配分されないことになっていた。全体としては、小選挙区比例代表並立制と小選挙区比例代表併用制の中間的な制度と言える。 なお2011年12月に国会議員選挙法改正案が可決され、2014年3月に行われた総選挙から定数が386議席から199議席に削減された。また、選挙制度も県別比例代表制が廃止され、小選挙区93名と全国比例代表106名の並立制に変更された。 3名以上の議員を有する政党は、党単独で議員団を結成することができる。ありがとうございます。